こう坂自然が綺麗やから花とか山とか川とかを使ったなんかそんな自然なことをやりたいなと思ってたけど、思っててそういうとこうろうろ探してたんですよ。探してたんやけど、ある日車で走ってたらこの公園を見つけちゃって、なんやこれみたいな、めっちゃ面白そうやんって。僕も40になるんですけど、もういい年やのにこう4回もその日滑って、お尻痛くなるまで滑って、これめっちゃ楽しいなぁと思って、これ全部 LED つけて光らしたらめっちゃ遊園地っぽいやんと思って、ですぐあのイメージパースをドローンでまずこれ上から撮って、それにフォトショップでね、落書きする感じで光描き込んでってイメージを作って、けど誰に声をかけるのみたいな、僕知らないし佐川町。そしたら町に最初、一番最初だけ連れてってもらったんですよ。ここの近所にある長野保育所っていうところに連れてっていただいて、そこに長野保育所長さんと、あと町会議員の先生、坂本先生とかを来てくださって、で企画書を作ってて、まあ、こんなことをやりたいと、このイルミネーションをやりたいって言ったら、うん、まあそうですね、あ、いいじゃないですかって乗ってきてはくれました。光は今回のプロジェクトただの手段やと思ってて、今回ので一番やりたかったことは、結局すごい立派な公園なんですけど、30年ぐらい前に作られて、作ったのはいいけどだん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 廃れてって、このまま放っといたら廃墟になりかねなかった公園をなんかもう一回復活させて、明るい場所にして子どもたちが遊べる場所に戻したいっていう、そういう思いがあって、それであの次のように、はい、ヤクバトの今日話してやります。あ、わかりました。それで一応ここの自治会から出すようにしています。まあ、自治会というのはヤクバトの話はして、わかりました。多分すると思います。もう絶対です。私たちここの草刈りを NPO 法人として、まあ仲間と一緒にしていましたから、いや、ここへイルミネーションがついて子どもたちが喜んで遊べるっていうことを聞きましてね、あ、なかなかいい企画だなと思って、もう第一印象こっちも嬉しく感じましたね。はい、思ってる早く終わったら、
純にこれで最後プラスマイナス間違えて。この2日間でつけた照明を全部一回つないでみようと思ってやってたんですけど、ちょっとバカなことにプラスとマイナス間違ってつないじゃいまして、一昨日つけたやつを全部壊しちゃいましてやり直してます。どっかこの辺なんです。順番にやっていくしかないです。あ、全部直った。あ、よかった。なぜですか。よいしょ。結局これ作り始めてたのが、夏ぐらいからは作り始めてたんで、コツコツ。で最初一人でやってたのがだんだん一人二人と手伝ってくださる方が出てきて、せっかくライトアップするんだったら見えなきゃ意味がないんじゃないか。じゃあこの木は邪魔になるからもう切る必要があると、まあ、直感的に思ったんですね。だから島田さんにこの木はやっぱり切らんとダメだねっていうような話したことでした。NPO のイハトグサガという組織がありますので、その普段付き合っている仲間に、おい、あの木を切るが誰かボランティアでやってくれる人いないかとか、最初製材屋さんに相談したんですけど、いや木をもらったってマイナスになるからとてもじゃないけどできませんって断られまして、実際はちょっと機械の費用ぐらいで、ほとんどもボランティア的な協力です。もういろんな人に助けてもらって、多分島田さんの計画自体が協力したいっていうようなそういうこう印象を与えるもんじゃなかったでしょうかね。Thank you.
ました。絶対使いません。もう始めましょう。そんな中でも僕は光をスポーターがやってます。いい瞬間や。はい、OK。はい、次の方どうぞ。島田さん、まあ、何人もに助けられたと思うんですけども、毎日毎日一人で寒い中で作業をなさりましたね。最初一人で始めたのがだん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 もういろんなもう大勢の人が関わってくれてて、でもうその人らに喜んでもらいたいじゃないですか。しかしそれは大きいタンクじゃなくてよかったね。うん、これで十分でした。ね、この真ん中ら辺やったらちょっと今回僕がこう企画しても動いて人と出会うしかないわけですよ。ロールプレイングゲームみたいに。ちょっとここを気を倒したいんやけど誰に言えばいいとか、高圧洗浄したいんやけど誰が持ってないっすかみたいなのを探しに行って聞かないかんし、近隣の人に挨拶しに行くのも僕みたいに誰も知らん人が、誰も僕のこと知らん中で僕だけで行くより、こう町内のこの地区のことをよく知っちゅう人と一緒に回った方がいいじゃないですか。だからこうこれ実現させるためにつながっていくわけですよ。そうすると初めて会った人たちとどんどん仕事をしていくから。なんかテント構えてもらわなきゃ。そうですね、あのチラシは道ぐらいですね。あ、チラシは道だから1つのケーブルに27個の電気があって、それが4本も入ってます。これはもう防水に使用しても表から入ってくる気固まっ止まってれば大丈夫です。
さっき男女の違いのあれと、ちゃんと使わない、うん、全然まだ多分土曜日以降で張り付いちゅうっていうイメージになっちゅうぐらいけども、これ基本的にもう車で来た人にこういろいろ張り付いてしまうと、あそこへ誘導したここへ誘導したみたいな感じになるから、うん、で、うん、どれくらいこれの、はい、まあ、スタッフの駐車場としとった方が分かりやすいかもしれないですね、うん、はい、しとった方がええんじゃないかなとね。最初はあんまり夜の遊園地みたいに思ってなかったのか、どうな思ってたのかな、なんか出来上がったら本当に夜の遊園地やなみたいな、それがすごい楽しくて嬉しくて、うん、祭りを歩いてる感じがこう滑り台に登っていくまでにあるんですね。で、なんかそのお祭りの参道を歩いてってたどり着いたら滑り台の入り口があるんですね。それめっちゃええな。夢みたいなんですね、おとぎ話っていうか、そのパッとある日今までなかったものが公園にいきなりできて、1週間ぐらいあって1週間後にまたパッと消えてなくなるみたいな、あれなんかあったよねこの前までみたいな。
やっぱり続けてもらいたいというそういうやっぱり思いが声になって反響としてはありましたね。はい、ぜひ続けてほしいと思います。じゃあ次どうするよみたいなそういうこうその一緒にやれる仲間もう僕からこういうのもおこがましいかもしれないけど、あこの人たちとやったら一緒にできるやんみたいな